作田敏之は、日本のプロレスラー。沖縄県西原町出身。身長155センチメートル、体重82キログラム。2014年8月6日、夏の上野公園プロレス祭りの第2試合の橋本和樹戦でデビュー。コスチュームは水色。また同日の夜の部では、橋本和樹と組谷口雄一関札高太と対戦。 結果は橋本が関札に PK で勝利。デビュー戦後のバックステージではデスマッチをしたくて第日本プロレスに入ったとデスマッチファイターを希望している。8月7日、夏の上野公園プロレス祭りの第2試合で前日に続き橋本とタッグを結成。川上隆一大下大サムと対戦。試合は橋本がアンクルホールドで大下から勝利。 また夜の部では、神谷秀吉と対戦し抱え込み式の逆エビ固めで、敗れる。8月10日、長野大会で同日にデビューした関札と対戦しら、マヒストラルで勝利。デビューして、わずか4日で勝利する。2016年7月31日、スケジュールの都合により欠場となった、武田誠子に代わって、デスマッチデビュー。 同時に入門時からかねて希望していたデスマッチ BJ へ転校する。8月27日、最強タックリーグ戦2016デスマッチブロックにエントリー。伊藤隆二とタックを組む。2017年、一期当選に初エントリー。2019年、一昨年同様、一期当選へエントリー。予選をブロック2位で通過し、決勝トーナメントへと進出する。 しかし、準決勝に敵だかイサミに敗れる2020年10月8日、同じく、三代目チミドロブラザーズのメンバーである植木、カサミコと共に、同日付で大日本プロレスを退団し、フリーとなることが発表された。ありがとうございます。